パリゴリンアジア二次予選に臨むサッカーの女子日本代表、なでしこジャパンが18日、千葉市内で国内組を中心とした合宿二日目を行った。この日から MF 過ぎた日な26イコールソーンズイコールが一部別メニューながら合流し、13人でのトレーニングとなった。その他の欧州組、米国組の計9人は、所属リーグの試合が終わり次第。 二次予選会場のウズベキスタンで合流する。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク練習参加人数が少ないこともあり、戦術練習では複数のポジションを掛け持ちしながら行われた。20歳の DF 石川リオン、三菱重工浦和は,は、普段はセンターバックだが、この日の練習では左サイドバックに入る場面もあった。求められたところでやりたいと思う。いつもやってないポジションで、 止める位置だったり見る場所もまた変わってくると思うそういうところでは今日いい経験というかいい景色見れましたと振り返ったこれまでとは髪色をちょっと明るくしようかなと変えて合宿に参加している黒色が薄い茶色に変化石川によると所属するチームの先輩安藤梢41と猶本光る29カラオーケーが出たという 愛されキャラの秋田生まれは、高校を卒業してから染めようと思ってたんです。けれど、好きな二人の先輩に聞いたところ、調子乗るからダメって言われたんで、とにが笑い。20歳になってから聞いたら、ok をもらえた、と、晴れて明るい髪色に、イメチェン、を果たした。8年前のリオ五輪予選の時は、小学校卒業直前で、敗退の記憶がないという。 アジア予選は厳しい戦いになると池田太志監督が教えてくれている。そこはしっかり意識できています。と表情を引き締めた。